さて、さて、何ですかね、これ。まずその、まあ、テレビいろいろね、はい、一緒にテレビとか番組とか作ってきたけれど、はい、テレビにどんどん作るだけじゃなくて、もう個人的に興味のあるものを、面白い人とか面白いものとかサービスとか、とにかくユニークで、面白いって思えるようなものをどんどん独自にこう取材して動画化し、ムービー化してアップしていこうという、誰もが考えるんだけど誰もやらない、だし面倒くさい、面倒くさいですよね。もう完全僕一人ですから、ネタ探すのから撮影から編集から何やらって一人でやるから誰もやらないんだけれど、まあ、やってみようかなと。あれ出身、生まれと育ちは？秋田県です。秋田ですよね、まあ、こうなん聞いときながら俺も行ったことあるけど、そう街中の前、家の前とかやっぱ熊とか出たりとかする？出ない。それはないか。出ない、うん、だけど東京に比べると自然が多いから虫とかさ、動物とかさ、家の近所とかでやっぱ目にする機会多いのかなとか、時々、あの線路際っていうか、うん、ちょっとイタチみたいなのが横切るのは見たことあるんですけど、イタチね、はい、東京では例えば街中に暮らしてて、うん、どんなものいますか、動物は。動物とか街猫猫多いね。猫多いですよね。犬とかね、はい、まあ、野生のものと言って、野生は鳩とかぐらいしか浮かばないかな。あと早朝の渋谷とかネズミすごいよ。あ、カラスネズミ。あ、カラスネズミね。野生っつってもそんなもん。そうですね、野生、まあ。そんなものみたいな。確かに。あるじゃないですか。だけど、意外に、こんなの住んでたのみたいな、いるんですよ、動物でも。薄っ。本当ですか。リアクター、リアクター。いやいや、想像が。そうそうそう。あ、でもまあどんなものかっていうところがポイントなんだけど、はい、こんなものいるんだとか、山の中じゃないといないの、いるんじゃない、山の中行かないと見れないんじゃないのみたいなのも結構いるんですよ。っていうのをちょろっとちょっと取材してきたの。へえ。都会はどこに行ってもビルや人ばかり。だから野生動物なんて生息しているわけがないと思ってしまうだろう。ところが、こんな街中でも野生動物は生きているのだ。ツイッターを開けば、野生動物を目撃した驚きのツイートが見られる。例えば、ハクビシン。この猫目蛇行猫科に属す、額から鼻にかけて白い線があることが特徴の動物は、東京でも多くの目撃例がある。その他にも、JR 御茶ノ水駅の目の前を流れる神田川。ここには清流の貴婦人と呼ばれ、瑠璃色がとても美しいカワセミが生息していることをご存知だろうか。電車を待っているときに、美しい姿を目にすることができるかもしれないのだ。また、大田区の東京港野鳥公園には、鷹狩りにも利用される野生の大鷹が生息している。この写真は、公園のボランティアの方が撮影した、正真正銘、本物の鷹狩りの一コマだ。都会の野生動物は、実は増えているとも言われている。その理由は、野生動物にとって都会は実は餌が多いということだ。さらに都会では天敵が少ない。天敵という脅威にさらされないことが、その数を増やしている理由だというわけだ。新宿区下落合。新宿高層ビル街からほど近い住宅街に、毎晩ある野生動物がやってくるというお宅がある。あの、うん、大体がお隣の方、お隣のところからやってきます。あそ、お隣のあそこのところです。
なんかこう擁壁の上のあたりとか、はい、そうです、あそこくぐるとこがあるんですよ。毎日やっぱり来てるんですか？朝晩、朝晩来てます。はい、朝は何時ぐらい？朝は5時半頃。早いんですね。私がね、もう無駄な早起きだと夫に言われてますけど、5時半には起きてるんですね。それで雨戸開けて、そうするともうそこでこうやって座って、おはようって言ってそれもまた可愛い、可愛いんですよ。本当ですね。はい、本当におはようございますって言うと黙って。このお宅にその野生動物が来るようになったのは十数年ほど前、飼っていた犬が死んでしまったからだという。犬が死んだ翌日から来てるんですね。で、それはもう12、3年前です。それからもうずっと来続けて、で、お隣はまだ今みたいにこうマンションのあれじゃなくて、古いこの我が家のようなお家だったもんですから、その方に伺ったら、実はうちにはもうとっくに来てたのよと、ね、お宅は犬飼ってるから犬に噛まれるといけないから行っちゃダメって言って塀の下を塞いでたっていうのね。で、またそのおばさんはもう隣のうちの犬が死んだって分かった途端にその隙間を抜いたっていうのが言ってもいいやって判断したわけですね。言ってもいいよって言って、そこのね、そこの隙間を竹垣の下のあれを全部抜いて、それで自由にしてやったら、あら、もう行っちゃったのっていうことで、そうなのよっていう話から。以来このお宅には毎晩のようにやってくるようになった。その野生動物が出てくるのを待たせていただいた。待ち始めて2時間ほど、日が暮れて辺りが暗くなってからそれは現れた。現れた野生動物とはタヌキ。正真正銘の野生のタヌキだ。この晩は3匹のタヌキが現れた。母タヌキと子タヌキ2匹だという。こうして10年以上、世代交代を繰り返しながら毎晩タヌキがやってきている。タヌキは日本、朝鮮半島、中国、ロシアといった極東にのみ生息する世界的に見れば珍しい犬科の動物。その多くは山野に住むが、都市部でも空き家などをねぐらとして生息しているという。何をあげてたんですか、今日は。鳥です。肉はね、安く売ってるところので鳥を買ってきて、胸肉なんです。それを切って与えてます。えらい量食べます、ね、食べますよ。あれ、朝も同じ量ですか？そうです。退職感ですね。だから太っちゃったんじゃない？そう、だから、もしかしたら動物の先生方に言わせたら、食べさせすぎとか餌与えすぎっておっしゃる方がいらっしゃるような気もしますけど、でもよそ行ってね、悪さしたらいけないし、うん、と思って。毎晩毎晩、そりゃ愛嬌ないかもしれないですけど、こう顔を見せると、かわいいですよ。そうですよ、かわいいです。だから本当に来るか来ないかが心配したりして。そうですよね、毎晩来ててもパタッと来なくなると、そう心配しちゃいますよね。本当。東京23区内でも少なくとも1000頭はいると言われる野生のタヌキ。
原宿や六本木でも目撃されることもある。いないと思い込まないで、いると思って探すことが都会での野生動物の見つけ方。都会でアニマルウォッチングなんていうのも面白いかもしれない。そういえば皇居の周りでバードウォッチングの、うん、ね、はい、なんか聞いたことありますね。鳥はね、ほら飛んでくる、来れるから、ああそうか、まあ、まあいるだろうなっていうのなんかなんとなく思うじゃん。でもやっぱタヌキぐらい、こんなもんだって結構より小型犬ぐらいあるから。ありますか。あるあるある。かそこら辺にいるみたいな、六本木原宿にいるみたいな思えば面白いなっていう、いるっていう。そうですよね。やっぱ原宿にいるタヌキは結構派手な感じだったりするんですかね。ちょっとシャレオスね。そう、色味がちょっと普通のタヌキと違うの。帽子かぶってたり。毛染まってるとかね。毛染まってる。紫色だったり。そう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 。紫色のおばあちゃんとかはあの別の原宿にいますからね。ああ、別の原宿、そうですね。